じゃあ次、大問3番確認していきます。大問3は正負の数の計算です。まず丸1。正負の数のまあ足し算は、お金で考えましょう。プラス3って言ったら、プラスだからまあ儲かったって考えてください。だから昨日3万円拾った。まあ、あえてちょっと印象付けるために高額なお金で話をしようね。3万円拾った。で、今日さらに6万円拾った。さて、この2日間で得したのか損したのかを考えます。この場合、明らかに得をしているよね。3万拾って6万拾ったんだったら合計9万円の得です。だから答え、プラス9。に対して丸2。今度はマイナス5ってことは5万円落とした。もうだいぶショックです。で、さらに今日7万円落とした。さて、この2日間で得をしたのか損をしたのか。というと、明らかに損だよね、これ。5万落として、今日さらに7万も落とした。もう大ショックです。で、いくら損したかって言ったら、この場合12万円の損です。だからマイナス12。で、次、丸野さん。マイナス4。昨日4万円落とした。だけど今日は8万円拾った。この2日間トータルで得をしたのか損をしたのかを考える。すると、得をした方が多いので、この場合プラスです。で、いくらプラスかというと、昨日ちょっと4万円落としてしまってるので、今日プラス8、8万円拾ったってことは、この場合プラスの4、4万円得してるはず。だからプラス4。で、丸の4。昨日は6万円拾った。だけど今日は1万円落とした。この2日間で得したか損したかというと、これもまあプラスだから、プラスの、この場合5だよね。はい。っていうふうにまあ考えます。さて、じゃあ次は引き算です。まあ、減法ね。で、減法、まあ、引き算をどうするかというと、引き算を足し算に変えて、後ろの方の符号だけを変えます。前は変えなくていいです。で、足し算に変わったんだったら、1番から4番までとも一緒。昨日3万円落として、今日は9万円落とした。すると、損してるよね。いくらかって言ったら12万円。だからマイナスの12。6番もそうです。引き算の場合、これを足し算に変えます。そして、後ろの方の符号だけを変える。昨日7万円落として、今日は2万円拾った。すると、トータルで、やっぱ損してるよね。いくらかというと、5です。よって答え、マイナスの5になる。次、7番です。7番、今度は、括弧がついてない形です。さて、括弧がついていない場合。この場合、8とマイナス9の足し算って考えます。8とマイナス9の足し算。よって、さっきと一緒で、まあ、何も書いてないってことは、これプラスのことだよね。だから、昨日8万円拾った。だけど、今日は9万円落とした。さて、この2日間トータルで考えたときに得をしたのか損をしたのか。というと、損をしてるからマイナス。で、損した方が1万円だけ多いよね。はい。だからマイナスの1です。で、次8番もそう。括弧がない場合、マイナス6とこのマイナス3の足し算って考えます。すると、昨日6万円落として、今日さらに3万円落とした。2日間トータルでもちろん損してます。いくらの損かというと9万円。だからマイナスの9。で、次9番。カッコがついてるやつとカッコがついてないやつが混じってます。まあ、1番から6番でやったように、カッコがついてある計算はもうできるはずです。で、7番、8番みたいにカッコがついてない計算もできるはずです。なので、これをどちらかに揃えればいい。両方カッコのある形か、両方カッコのない形にするか。で、どちらかというとカッコのない形に直す方が簡単です。なので、それでいきましょう。まず5はそのままカッコついてないから。で、カッコがついている場合、これを外すためには、その前後の符号を見ます。その前後の符号が違う場合には、マイナス。はい。になってカッコが外れる。もしプラスプラスとかマイナスマイナス、
同じ符号だったときにはプラスにして括弧を外します。今、括弧の前後が違う符号だからマイナスに変わったんです。すると、あとは一緒です。この場合、5とマイナス2の足し算って考える。なので答えはプラスの3だよね。で、10番。これも括弧のある形、ない形が混じっているので、括弧をもう全部外しましょう。するとマイナス1はそのまんま。ここ、括弧の前後がマイナスマイナス。同じなので、外すときにはプラス9になる。で、ここも括弧の前後がプラスプラス。同じ符号なので、プラスにして括弧を外す。さて、こうやって3つあったとしても一緒です。マイナス1とプラス9とプラス6の足し算って考えていきます。つまり1万円、落とした。9万円拾った。6万円拾った。さて、今度はこの3日間トータルで得をしたのか損をしたのか。というとまあ、プラスだよね。で、まあ、いくら得をしたかって考えると、この場合、14ってなるかな。だから答え、プラス14です。さて、今度は11番いきます。11番から後の問題に関しては、今度は正負の数の掛け算割り算です。で、正負の数の足し算引き算の時の考え方と、掛け算割り算の考え方は違います。足し算の時には、お金で考えてね、そして得したか損したかで考えてくださいっていう話をしたんだけど、さて、掛け算や割り算の場合、プラスとマイナスっていうふうに、違う符号同士をかけた場合、あるいは割った場合には、答えはマイナスになります。まあもちろんマイナス、プラスの場合でもいいからね。とにかく違う符号同士だった場合には答えはマイナス。そして、プラスプラスとか、マイナスマイナスとか、同じ符号同士を掛け算割り算したときには、答えはプラスになります。もう一回、違う符号同士を掛け算割り算したときにはマイナス。同じ符号同士を掛け算割り算したときにはプラスになります。なので11番、プラス 7×-6 はマイナス42。違う符号同士だからマイナスです。で、12番、マイナス 1×-6 はプラスの6。同じ符号同士だからプラスね。で、13番と14番の違い、これも大事です。こうやって、類乗のこうやって指数があった場合。はい。このまあ2とか、まあこの2かな。2とかまあ3乗とかの、この数字のことを指数と言うんだけど、指数のすぐ左を見てください。この場合、13番の場合、指数のすぐ左に何があるかというと、あるのは括弧です。なので、これは括弧が2回かけられてますよっていう。つまりマイナス 4×-4 なので、答えはプラスの16です。に対して14番。この指数である2の隣に何があるかというと、この場合は3が、この場合は3だけが2回かけられてますよって意味です。このマイナスとこの2乗のこの2は関係ない。2回かけられているのはすぐ左にあるこの3だけです。だからマイナス 3×3 なので、この場合の答えはマイナスの9になります。で、次15番。まあ、正負の数の割り算なので、違う符号同士だったらまず符号はマイナス。で、この場合、21を7で割って3。はい。だから答えはマイナス3です。で、16番。割り算。同じ符号の割り算なので答えはプラスです。で、割れなければ、まあ、小数にするのもいいんだけれども、数学では、どんどん分数で答え書いて問題ないです。なので、この場合、まあ、5分の18。まあ、もちろん小数で書いてもいいんだけど、まあ、3.6 ね。まあ、例えば、2÷3 のように、これ小数にしようとすると、0.666 ってもう永遠に続いてしまうんです。だから必ずしも綺麗に割れるとは限らないので、やっぱり小数で表すよりは、分数で書くことを、お勧めします。では次に大問4です。
第4問は文字式の計算についてです。まず1番。2a とプラス 4a っていうに、同じ文字がついている項のことを、同類項と言います。なので、まず同類項の部分を計算します。2a と 4a で、この場合 6a。で、まあ、マイナス3とプラス7、数字の部分は当然、計算はしておきましょう。マイナス3とプラス7、なので、プラスの4。で、この場合、文字がついてるのと文字がついてないのは、これ以上足し算引き算はできないです。だからもうこれが正解。で、次まで、足し算の場合。これそのまま、同類項をまとめて OK です。3x と 4x だから、7x。そして、マイナス 2y とマイナス 5y なので、マイナス 7y。はい、これが正解です。もちろん文字が違うので、これ以上の計算はできないです。で、次3番。マイナス 5x かける8。掛け算の場合は、まあ、文字がついているものと数字だけなんだけれども、これ掛け算そのままできます。だって、まあ、マイナス 5x ってマイナス 5× ってことなので、かけるが省略されてるけどね。で、かけるの8っていうんだから、別にこの数字同士計算しても何の問題もない。だから答えはマイナス 40x になります。で、割り算の場合。これもまあ正負の数でやったんだけれども、割れなければ分数の形にして OK です。7分の 4x。そして、文字なんだけれども、上についている場合と横についている場合は一緒です。だからこの場合、7分の 4x っていう、こういう書き方しても正解です。どちらでもいい。ただし、この場合、下に書くのは違うからね。x が下になってしまうと、これは間違いです。上についている場合と横についている場合は意味が一緒です。同じ。どちらでもこの場合はいい。で、次5番。マイナス3と括弧の間には掛け算が隠れています。なので、分配法則をする。するとマイナス 3a、マイナス 6b。もちろんこれ以上計算はできないので、これが正解。で、次6番。3を分配法則。すると 3x プラス6。マイナス2も分配法則。マイナス 6x プラス8。そして、同類項をまとめます。3x とマイナス 6x。同じ x がついているもの同士計算すると、マイナス 3x。で、プラス6とプラス8を計算して、プラスの14になります。